くわんくわん。昔々、一休さんという、とんちで評判の小僧さんがいました。ある時、和尚さんが大好きなぼた餅をもらってきましたが、寺の小僧たちに分けるだけの数はありません。そこで和尚さんは、小僧たちにはやらずに、一人で全部食べてしまおうと、そのぼた餅を戸棚の奥に隠したのですが、 それを見ていたのが一休さんです。ずるいおしょうさんだ。よーし、みんなで食べてしまおう。と、隠していたぼたちを取り出すと、寺の小僧たちと一緒に全部食べてしまったのです。しかし、こんなことして大丈夫か、一休。心配する小僧たちに一休さんはにっこり笑うと、 大丈夫ですよ。本堂の阿弥陀様にちょっと手伝ってもらえば。と言って、皿についたあんこを手ですくうと、一休さんは本堂に入っていきました。さて次の朝、ぼたちがなくなったことに気がついたおしょうさんは、カン,カンに腹を立てて、一休さんたち小僧を呼びつけました。こら 戸棚の奥のボタもちを盗んだのは誰だすると一休さんは、とぼけた口調で、はて、私たちは知りません。だけど、本堂の阿弥陀様の口元に、あんこがついていましたよ。犯人は阿弥陀様かもしれませんね。何をバカなことを。と言いつつ、王将さんが本堂に行ってみると、 確かに阿弥陀様の口元はあんこだらけです。もちろん一休さんの仕業です。ははーん、これは一休の仕業だな。またとんじでごまかすつもりだろうが、そうはいかんぞ。一休さんの仕業と気づいたおしょうさんは、阿弥陀様、ぼたもちを盗んだのは阿弥陀様ですか答えてくだされ。 と言って、阿弥陀様の頭をコツンと叩きました。すると、阿弥陀様が、くわーんとなりました。何度叩いても、くわーん、くわーんとなります。おしょうさんは、一休さんたちに向き直ると、怖い顔で言いました。ほれ見ろ。阿弥陀様は、くわんとおっしゃっておるぞ。 やはり犯人はお前たちだな。おしょうさんは、ついに一球から一本取ったぞと、内心喜んでいましたが、そんなことでやられる一球さんではありません。一球さんはますますとぼけた口調で、あれ叩いたくらいでは白状しませんね。こうなれば、阿弥陀様を釜茹でにしてみましょう。と言って、 煮え立った釜の中に阿弥陀様をつけたのです。すると、阿弥陀様は、くった、くった、くった、と泡を吹きました。ほらね、阿弥陀様が、くった、くったと白状したでしょ。これにはおうさんも返す言葉がなく、確かにお前の言う通りだ、と答えるしかありませんでした。 おしまい。